こんにちは、スマユーチャンネル編集長のあゆむです。いやー、春ですね。だいぶ暖かくなってきて、新しい環境が始まるという方はおめでとうございます。そうじゃない方も、春っていうだけで桜が見れたりとか、それだけで気持ちいいですよね。さて、早速優待についてですが、今回はスマホの乙女ゲームの会社さんです。広告も出していたりするので、絶対ゲームの名前は聞いたことあるんじゃないかなと思います。今回ご紹介するのは株式会社ボルテージさんです。ボルテージさんが出している代表的なアプリといえば、ヒロインが証拠を集めて世の中の嘘を暴いていく新感覚謎解きアプリ、ダウト、嘘つき男は誰などのダウトシリーズ、見たことないですか？他にも大人女子のための胸キュン電子コミック配信サービスのボルコミなど、イケメンとの恋愛ドラマがとにかく最高ですよね。男性もね、ギャルゲーなるものがあるのでわかると思うんですけど、イケメンとの恋愛ができるなんて夢のようですよね。そして実は今年の1月に2年ぶりとなる恋愛ドラマアプリの新規タイトルがリリースされてるんです。おめでとうございます。日本の乙女ゲームは海外でも実は注目されているみたいで、実際にボルテージさんの売り上げの2割は英語や中国語に翻訳して配信されている海外向けコンテンツなんです。他にもアプリに登場するキャラクターのオリジナルグッズの販売、アプリの世界観を持った 2.5 次元の舞台などにも力を入れていくそうです。そんな国内外で愛されているボルテージさんの優待はこちらです。じゃじゃーん、こちらになります。今回もね、配達されてそのまま形式でいきたいと思います。よいしょ。中にはですね、なんとこんな感じの、なんていうんですかね、冊子というか優待が入ってます。株主優待品在中、株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝いたしまして、株主様向けにオリジナルクオカードを贈呈させていただきますとのことです。感謝が綴ってあります。中を開くとこんな感じになっています。でねーん、こんな感じかな。イケメンと美女がたくさんいます。ボルテージさんは2020年6月期第4四半期に3年ぶりとなる黒字化を達成しましたとのことです。おめでとうございます。いや、コロナ禍でね、やっぱりゲーム需要がとっても増えているのでね、いやー、めでたい。載ってる情報は基本的にリリース情報や展開情報の報告みたいな感じなんですけど、いや、結構ところどころにすごい感謝の言葉が書いてあって、でしかもこのなんか嬉しくなるデザイン、イケメンがたくさんいるのでなんだかワクワクしますよね。もらった女性はきっと嬉しくなる気がします。こちらは先ほど紹介した、新しいアプリですね、幕末維新天かける恋のクオカードになっています。こちらオリジナルですからね、嬉しいですよね。こちらは500円分のクオカードになります。オリジナルデザインなので非売品になってますね。いやー、これはプレミアですよ。しかもクオカードだいたいお買い物でどこでも使えるじゃないですか。それが嬉しいですよね。でもこちら非売品なので、使い終わっても取っておくみたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。保存と、こちらも見てほしいんですけど、じゃじゃーん、こちらは2015年の優待になります。これはファンブックですね。今まで出たドラマアプリのタイトルと一緒に中に出てくるキャラクターのプロフィールだったりとか、まあ、名台詞、ちょっとねキャーってなるようなセリフと一緒にプロフィールなどが書いてあるファンブックになります。こうやってね、ファンの期待に応える優待が昔から魅力のようですね。なんか見てるだけですごいニヤニヤしてる気がする。私、女性ホルモンがもうどんどん出てきますね。眠れないなら俺の部屋来る？
おー、よかったら一緒に映画見ませんか？俺の部屋で。だってー、大興奮。誰がお前のこと手放すかよ。逃がさねえからな。覚悟しとけよ。だってー、一人で泣くくらいだったら俺の前で泣いたら。いやー、キュンキュンしますね。さあ、思いっきり語ったところでスマユーポイントのコーナーに入っていきたいと思います。タン、スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきたいと思います。優待の権利確定月は12月です。株主優待はオリジナルのクオカードがもらえます。この動画を撮影している2021年4月の株価は約600円なので、優待をもらうには最低でも6万円前後の投資金額が必要になります。はい、というわけで今回は株式会社ボルテージさんの紹介でした。こういう IT 系とかね、ベンチャー企業の株主優待もどんどん紹介していきます。次はどんな企業のどんな優待なのか楽しみにしていてくださいね。今日もご視聴ありがとうございました。まずはチャンネル登録者数100人を目指しているので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもお願いします。今後もスマユーチャンネル楽しくお送りしていくので、ぜひまた見に来てください。それでは次回の動画もお楽しみに。またねー。